私のブレンゼンテーションの、紹介いただきます。紹介していただきます。私は、将来はロボットの制御エンジニアになりたいです。大学は東京電機大学に受験します。私の国から日本の商品の品質が一番高い、みんな誰もが思っています。11年前に2014年にすごいびっくりしたことがあったのは、日本の自動車メーカーホンダ会社は、ホンダ知ってますか？皆さん知ってますか？ホンダメーカーが、足もというロボットを、開発して、ベトナムで、紹介されました。そのロボットが、私見てすごいびっくりしました。その時から今までロボットの興味が持ちました。そのロボットの、どうやって人間のように動いたり言葉を話したり、その技術を勉強したいと思います。現在ですね、日本のロボットを開発する技術は世界で特1位です。ロボット技術の、最先端も日本です。なぜ日本が特ロボット開発する技術は世界トップ1位が皆さん知っていますか？そうですね、日本の高度経済成長の時からすごい経済が発展して、労働者がもう足りなかったので、ロボットの開発が必要でした。その時からもう今どの今になって、日本の社会は高齢社会になりました。その社会は高齢者がもちろん多いから、そのためにロボットを開発するの技術がすごい発展しました。もう一つの理由がありますか？日本は災害が多いので、災害の時人間が危ないところがありませんから、それはロボットだけ人間の手伝います。日本と今世界で日本とアメリカが世界の最先端の技術、ロボット技術を持っています。日本のロボット技術とアメリカのロボット技術は全然違います。日本のロボット技術は、みんなが、社会的の 人生生活密着という形になります。
日本のロボットはいつも人間という人間の形を、と同じように作っています、なぜというと日本の社会はみんな大体、神様が信じていますので、その神様が信じていますから、そのロボットの人間生活密着は、人間のようにロボットを作られました。あとアメリカが全然違います。違うところはアメリカのロボット開発技術は、軍事の目的、軍事のためにロボットを開発しました。全然神様とか社会的人間のようなロボットはあまり関係ないです。あと宗教によって考え方も違います。日本とアメリカです。そのようなロボットが君が持っていますか、日本にしました。留学しました。大学の選んだ理由は東京電機大学の特色は、学科は剥離います。他の大学は大体こう、機械学科とか、システムとかいろいろあるんですが、でもロボットは全然書いてない。